三吉氏は、文語国の氏族。古事記、日本書紀では、須佐能の逸尾とされる、出雲族である、大輪神社の大物主を祖先とする大輪氏と位置づけられている言葉にある。この飛鳥時代の後半期の朝廷において、物のべなど、中央氏族として、筆頭最高位にあった大輪氏から、文後守るとなる、平安時代の大神氏の系譜である、大神これ元の子。 おもみ平らが、文語国大分軍脇田にて、脇田氏を名乗り、脇田雄うなの子が、田尻氏を名乗り、東脇田に従した、田尻左熱なの子が、戦国時代に、三つ氏を名乗ったことに始まる。文語には、戦国武将の王友総理もいて、深い隕石関係を作る。全国およそ1500人の三つ氏しは、大神これ元を始まりとする。 この文豪大宮一族系譜のみ、特に医師や医療従事者、軍人が多いらしい。また、出雲や関西西日本に三吉神社や三吉大名人、三吉大臣もあるが、関係は不明。によれば、山と盆地を見下ろすようにそびえる林さ山は、古来より神の座す山として熱い数形を集めてきた。その山麓に鎮座する大宮神社は、 我が国でも最も早く二層子とも言われる古者であり、かつて、この三輪山での祭祀を主たる職称として、山と王権に仕えていたのが、大三輪氏という古代氏族である、と述べている。文語の大神氏は、この古代氏族の流れを受け継ぐ、ノオや大国主の子孫とあり、その一族の文語への派生が、大神氏とされるのが有力である。家系図を見ると、 大上義成から九州へ移住したことがわかる。また、大上氏の僧、宇佐八万宮宮寺とする説も過去にあったが、当時の朝廷より官位をもらって、畜後から文後に赴任した史実があるため、宮寺期言説は相手にされていない。ただし文後側の家系図と、大和側の家系図にある、おし人が同一かどうかなど、まだ研究の余地は残る。より、大見は孫、吉尾美の時に、 農民から懇願され官票を4年3月に文後守るに再任されたとあり、これから史実として文後の主となったことがわかる。特に、大神これ元は、九州最大の武士団大神氏の祖として、歴史的に有名で、熊本の阿蘇市や菊池市と共に源氏として活躍したと、平家物語にある。三吉氏は、この大神これ元を祖とする脇田氏から、田尻氏になり、 戦国時代あたりに、現在の大分市、三吉地区で、田尻市から一族を起こす。大友氏大統につき、同氏との隕石関係から、大友系大神氏となる一族と、そうでない一族に、文後大和氏は、分かれたようである。面白いことに、大分県地方氏には、大和氏の代で、大友氏名とある。この大友氏名は、水人3年3月上において、三和君祖とある。 日本初期後に文語の主権構想から隕石関係となる大友氏を予見させる。一方、神話からの羊を考察すると、より基本的に大神氏は山と大庭氏同様の蛇竜との新婚から始まるという独特な一族階層の羊神話を持ち、双方の神話ともに渡辺民族の特徴を受け継いでいるとも言われる。文語側の蛇ビ神話は、 阿蘇を中心とした竜人から始まった説もあり、その神がまた同じ、蛇ビ竜神話を持つ大庭氏一族の姫に子供を授けたという流れも明治時代より指摘される。また、天孫降臨などの表現特性も、ユーラシアのツングース族の始祖伝来表現によく見られると指摘されている。また、スサノオが出雲の神だとする研究者も多い。また、大物主の妻として、 活力以降売りが、葛城の地方都市、山城国風土器では、鴨の竹津の命の娘とされ、湯ニ部や矢ハ部の子をはらむとある。地元の区伝として、大友時代の文豪大庭一族は、文豪武士団として、文豪攻めの島津の大軍を迎え撃ち局地戦にて、谷間に誘い込み壊滅させたが、その時主に活躍したのが、脇田の光吉氏であり、 交渉すら求めなかったとも言われている。しかし、突撃側の戦いを見ても大友軍は劣勢であり、先方も、島津のやり方に近いため史実かどうかは定かではない。ただし、三吉氏と筒木氏は、深い関係にあると推測されるため、島津との戦で、大友自然戦での武軍が伝承された可能性はある。また、家門が、立花の死の丸に立花になっているが、 この時代の大友氏との距離により大友氏家門とは別の家門が大宮一族でも使われたようである。もともと大神氏からの出自であると次関連が立花氏を継ぎ、その後福岡の藩主にまでなった名門立花氏と三吉氏の出自である田尻氏との関係から大友氏系では禁じられた立花を立花とし、その後三吉氏の立花門として使われた可能性がある。 確かに、当時の大友氏は、没落に差し掛かり、大友家門を持つ大宮一族とそれ以外の家門を、掲げる大宮一族でも争いがあった。理由は、戦場で常に先陣を切る、別家門系大神氏には、恩賞や領地報酬もなかったが、後ろで暗論としている、大友家門系大神氏は、領地や恩賞をもらえたことが原因と、大友屋の資料にあった。また、 キリスト国家を無双し、暴走気味の大友総林に反逆した立花氏が滅ぼされたことから、大友時代は、立花姓は禁じられたが、立花氏を攻め滅ぼしたと時間連が禁止されていた、立花姓なのに、立花同説と名乗っていた。これらを考えると古代大臣の意地と、大友総林のキリスト国家建設への反発心から、そのレジスタンスの象徴である、立花は、 大宮は武将や領民に依然として人気があり、立花門の三吉氏をテーマにした句伝が構成できた背景は辻褄が合う。現在は三吉聖の末裔は地名のみで誰もこの三吉地区に残っていない。この時期から田地下氏の領地であった東は北は三吉となり、地名が今でも現存していることから、当時領地を近接する大友氏と強いつながりを作った。 田尻佐熱なの子が、教会にある、この地に、新しい氏族、三吉氏を名乗り、大友軍として支配していたが、大友志望薄落後も、福岡の立花氏の影響から、現代まで地名が残った可能性がある。大友や家系の、田尻家稜実っつ,なつな子高綱孫秀な宋孫縁高原孫、脇田友好来孫、三吉万吉の記述から、 脇田氏有効の子である田地義氏縁綱秀な高綱佐根綱、三代氏満吉とわかる。また、では、縁行が三吉氏名とされている。大見和家系図を見ると、文後大見和氏は、最終的に三十七氏に分かれたようである。代表的な例では、文後大見和氏では大きく、阿南氏、宇須氏、大野氏、脇田氏、高千代氏郎に分かれ、大板健氏によると、 薄木市からは、尾形市、佐伯市、佐賀市、筒木市、脇田市からは、雪広市、田尻市、三つ吉市、吉藤市、阿南市から大鶴市、小原市、竹宮市、橋詰市となる。大分県地方市研究会の大分県地方市より、須佐の大国氏名扉を、八重子と白主の命、天猫と白主線いる彦井のらきび、宝天飛家隊の力飯がたすみ命。 喧嘩目尻命ゆたかごき種名マイナスだて藩、片種命をうた猫命から、大気持ち命大部種名、大友種命したる命の子である三輪のししゆかから、三兄弟、コットイ主人低いわゆみから大口から国比、広島清丸吉成の子である大神氏吉臣、初期から初任、大神これ元の子であるわき氏平へいな上皇、有効多じりしへんこうきず高つなさねな、 三吉氏となる。三吉氏系図、須佐の大物主と南あえこと白主の命点、ことし線いる彦命のち天日方たいのちはん、片隅命てびん命。豊いのち、ゆてはん、日本書記、古事記すじん記ょ五きだ名大友し名。日本書記す人にんちたる命一ちか、俗に本紀神んごけ紀んき、武 日本初期有略長期コットイ金名長期を詩人、岩弓大口美和国美、日本初期項目清丸大神吉成を大見わー孫、吉臣大臣初期初任これと大神これもと、平家物語、偉大イラさだつな女皇友好行有公縁高吉な、高綱砂熱な万吉。ありがとうございます。